たしましたので、臨時便出発いたします。リクエストで窓から手跡を停車出さないようお願いいたします。本日は先行自由のロンティーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。関東駅までの路線長さが365メートル、およそ3分で到着いたします。ここ尾道は海と山に囲まれた京都豊かな街でございます。古くよりホテルの街としても有名でしたが、時代とともに整理されました現在でも、市内25カ所が文字巡りのコースとなっております。その一つ、進行方向左手30の塔は、曹洞宗天元寺の開運塔です。国の重要文化財に指定され、600年の古い歴史を持っております。まもなくもう一台とすれ違います。進行方向右よりかもめ号が降りてまいります。行く手前方に見えておりますが、この道の象徴とも言われております。進行寺でございます。左手にシネビロ本堂、右手に竜宮造りの鐘つき堂がございます。まもなく市中を通過いたします。多少の揺れにご注意ください。右手の登山道が文学の小道となっております。文学の小道を下っていただきますと、先行時にご参拝できます。左手、この尾道水道の景観は、尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市というタイトルで日本遺産に認定されました。山頂駅に到着いたしますが、この辺り一帯が先行で公園でございます。本日は先行で山ローテイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。乗車券反転切り離して階段上回収箱へお入りください。